こんばんは、アメアトンです。バイオハザード RE3、今回は、ナイトメアモード。これで遊んでみようかと思うんですけど、シリーズマニア向けのモードです。敵の攻撃動作が激しくなります。敵の攻撃が非常に強力になります。敵やアイテムの配置がハードコア以下のゲームモードから変化します。どんだけ難しくなるのかっていう話と、あとですね、コスチュームを変えようということで、クラシックというのを入手しました。これプレステ版のラストエスケープっていう副題がついてるコールのやつだね。まあ、こうしてみると意外とやっぱ変わってるよね。この腰にセーター巻いてんのがどう考えても戦う格好じゃねえじゃんみたいな感じではあるけども、まあ、おしゃれさんなジルで。あとカルロスがね、クラシックエアーで、まあ、これは別人だわね。あ、でも顔の形は一緒なのか、あとヒゲがなくなるのか。これは別人だわ。まあ、クラシックヘアということでやってみましょう。で、あと、ですね、なんだっけ。武器。武器をちょっと増やして、どこで見んだっけ、どこだっけ。ボーナスか。これの、ショップで無限アサルトを買いましたので、まあ、これがあればナイトメアもいけるかもしれないし、いけないかもしれない。あと、サイドパックというのも1個増やしたんで、まあ、これもなんか途中で入手できるらしいのよね。購入するとステージに配置されるということなんで、やってみましょうか。ではニューゲームでナイトメアモード。このパンデミックはかつてないほど急速に広がっています。当局は今夜再び暴動の対策を。都市全体に緊急事態が宣言。 CDC はすでに国の中西部地域を隔離し、献身、誠実、品位、これこそがまさにアンブレラ社の基礎をなす根本的な価値観なのです。そしてこの基礎こそが我々人類にとってより明るい未来を作っていくのです。さて始まった。なんとなくやっぱりね、モノクロっぽい世界観だよね。あ、これは夢なんだよね。まあこれはしょうがない。砂嵐と雨です。まあ、こんな状況で外出たくないもんね。いや、なんか手だけだとバイオセブンを思い出すな、なんかな。まあ、とりあえずバッと進めちゃいましょうか。で、格好がもうあの格好なんだよね。あ、いや、ここはまだこれか。水を止めて、
これは机の上でうたた寝してたのかな。毎晩ひどくなってる。悪夢見るよねそりゃ。でモノクロじゃない世界に戻ってきた。まあ、この辺見たね。ジルのレポート、アンブレラ社がやばいと。はい、これ仲間だよねきっとね。よし、では多分これは前回のハードモードの時に見てるはずなんで、さっさと行きましょうか。さて格好は変わったかな。お、ラストエスケープの頃のチューブトップ。ゾンビにはなってないなっていう確認かな。では行きましょう。早速ブラッドの電話を取ろう。誰だ。どんだけここら辺のあのイントロは別に難しくなってないよな。はい、ジル大丈夫か。ブラッドどうしたの。今すぐそこから逃げろ。何があったの。説明してる気も甘い。そこから逃げろ今すぐ。分かった、荷物を。いきなりパワフルだよね。何なのあいつ。もうこの時点でなんかさ、離れなきゃ。知能を持ったゾンビというか、そういう兵器アンブレラもう作っちゃったのかいみたいな、そんな恐怖を感じるよね。嘘でしょ。早いよね研究が。ここも別にやられるような要素はないと思うんだが、なるべく急いでいこう。爆発ですかね今のはね。吹き飛ばされてよく落ちなかったよな今。もう大丈夫。フラグだ。あのままさ頭を潰されたら終わりだった気がするんだけどね。カメラワークが怖いね。あぶらあぶらあぶら。一旦逃げられた。さあブラッドと合流だ。ジル、こっちだ。ブラッド。なぜ手ぶらなのだ。あいつ何なの。さっぱりわからん。ただスターズの生き残り2人を消しにかかってるのは確かだ。君と俺をな。ここから逃げないと。街を見てみろ。ここにいたらもっとヤバい目に遭うぞ。ブラッドも逃げ切ったってことだよね。どうやって逃げたんだろう。いつの間にこんな状況に。それもわからん。だが悪いことっていうのは重なるもんだからな。結局アクレと同じありさまだ。玉切れだ。映画館。おい待て待ってくれ。マーズなんとかオブデューティバッドラックゲームディザスター。悲鳴をよそに俺はずっと映画を見ていたよ。これ
現実なの？こんなに大勢感染するなんて。ブラッド、気をつけて。こっちだ。なんて風。ここが早いってことねえな。もう犠牲になってしまう。もう来ちゃったよ。来るのが早い。どうなる？どんだけ強い？おお！びっくりした。え、今超ダッシュしてこなかった？やばいかもしんない。うっ、でも知ってるはずなのに。やばい、ナイトメアだもんね。おい、いる。おお、あんなのいなかったよな。駐車場ね、了解。やばいやばいやばい、変わってる。大丈夫ですか？来るな、近づくんじゃない。大丈夫、聞いたでしょ、ヘリが救助に来てるの。救助だと？俺はここから出ないぞ。駐車場は近いわ、私が案内。この中がどこよりも安全だ。仕方ないな。うわー、ちょっと怖え。なんか大丈夫これマジで。あのエスカレエレベーター前とかヤバくない？あのなんか中から出てくるとか ないだろうな。ここは2体のはずなんだけど、こいつが出てくる可能性。出てこねえか。これもやばいんじゃないの？おおおおおおっと、おお、ちょっと、やばい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 。やばいな、これはこれはやばいな。無限アサルトじゃなくて無限ロケランをゲットしてから来るべきだったかもしれない。せっかく待っててくれてんのに。ああ、ごめん。これボタンを押すのが遅れたら、このここを乗り切れないとかないよな。でもうカルロス登場か。ほぼほぼ別人のカルロス。タフだの。
骨が折れたりしないのかね、ネメシスは。爽やかなイケメンだ。おい、しっかりしろ。もう大丈夫だ。あなた誰？ここで何を？俺はカルロスだ。助けに来た。さて、まずは安全な場所へ。よし、もう大丈夫だ。だといいけど。この先に生存者を集めてる。この先って？地下鉄の車両をシェルター代わりにしてるんだ。安全だ。大丈夫。過保護すぎか。そうか、分かったよ。よし行こう。こうしてみると悪くないな。どこのバカが閉めたんだ。カルロス爽やか。あなた、あの怪物を知ってるの？いや、あんなやつ初めて見た。でもゾンビとは違う。明確な意思を持って行動してる。好みじゃないか？お断りよ。あなたに譲る。さて、ここまで来たら安心だ。俺らはアンブレラのバイオハザード対策部隊、通称 UBCS。 アンブレラ？ちょっと冗談でしょ。あなたたちがこの全てを引き起こした。落ち着けよ。何のことだ。別に信じなくてもいい。だがまずはシェルターに行こう。行こう。ここだ。ガード、ガード、ガード。やっぱ早いな、足が。隊長、このレディーが助けがいるそうだ。このレディ、カルロス、お前は彼女の名前すら聞いていないのか。彼女はラクーン市警の特殊救助部隊に所属するエリート隊員なんだ。確か名前はなんとかバレンタインだったよな。ジルよ。ああ、よろしく、ジル。 UBCS 小隊長のミハイル・ビクトールだ。我が隊は市民救助のために派遣されている。そう。それで状況は？この町は完全に分断され孤立している。10万人の市民のほとんどが死ぬことになるだろう。いや、死ぬんじゃなくゾンビになる。我が隊にも甚大な被害が出ている。生き残るだけでも精一杯の状況だ。ご立派な雇い主のおかげね。まあ、我々としてもあらゆる手を尽くしている。この地下鉄を動かすことができれば生存者たちを避難させられるんだが、助けがいる。我々だけでは手が足りない。わかった。力になる。市民のためにあなたたちじゃない。それでいい。大事なのは市民だ。ありがとう、ジル。じゃあスーパーコップさん、持っていきな。これで連絡が取れる。無線ぐらい知ってる。まず大事なことか。まず物資を補給しろ。地上階に上がれ。そこにある。よし、行きましょう。これは弾丸の話だね。で、基本的にはアサルトがあるのでハンドガンは捨てていっちゃっていいと思うんだよね。箱に入っていると思われるニューススタンド。ジル、俺だ。地上に出たか。今向かってる。で、作戦は？俺は線路の瓦礫を撤去する。君は
地下鉄の運行システムの復旧を。どうすればいい？まず電力を確保してくれ。大通りまで出たら俺が変電所までナビゲートする。了解、急ぎましょう。あれ、なんでマグナムがあんの？マジで？これだからナイトメアだから。あらー、でこれは多分そのあれで買ったから。はあ、グリーンハーブと、あれだね、ここ確かガンパウダーだったはずだけど、それがなくなってる。レッドハーブ、この辺も中身が変わってんのかな。で、あれ？ここにもあるぞ。いきなり2個ゲット、不思議な感じで。ナイフもいいよな。でこれだ、無限アサルトライフル出して、ナイフもしょっちゅう。マグナムもいいでしょ。これ一丁でいくよ。ガンパウダーがないんだ。うわー、どうなる。ちょっとこのマグナム戦闘をこなしていかないと、もしかしたらダメなのかもしれない。アサルトなんて撃ってる暇がないのかもしれない。預ければ、これでいきますか。うわ、どうなんのこれ。でリロードはいるよね、いるよね、それはいるよね。で、他に取るべきものはないよな。これは調合、ハーブ調合かだけだよな。 OK、 行きましょう。さあ、初のガチ戦闘。硬いんだよ多分ね。あれ、倒れた。硬さは普通っぽいな。大きいんだよな。でもあの飛びかかりが、あ、で敵が、そっか、配置変わってんだ。うわ、いっぱいいるな。おい、もうちょっと多くない？多くない？これ無限なしで相当辛いんじゃない？耐久値はそんなに高くないっぽい。これは閃光が、もう閃光があるんだ。これ投げて突破しろってことなのかな、本来は。うわー、どうなんのよこれ。無限なしでクリアできんのかね。大丈夫？なんかあいつ起きそうな気がして怖いんだけど。終わったかな。はい、行きましょう。まだいるのかな、奥に出てくる影にはいない。耐久値は多分そんな変わってないな。変わってないっていうか、多分変わってないわ。アサルトの威力が高いのかもしれないけど、気をつけないとね。今までとは違うはずなんだよ。あ、当たる。これでもあの倒してくれる人がいないんじゃないの？あれ、何、あそこ、あのあいつ、何あいつ、当てた。ドーナツの看板に。さあどうなるかな。ガンパウダー、ガンパウダーいいか。カルロス、大通りに出た。変電所はどっち？鉄塔が見えるだろう。その辺りが変電所だ。右手の路地から迂回すればいける。路地？すごく燃えてるけど。そりゃまずいな。でも君ならそのクールさで火の一つや二つ削る。何？よし、行くぞ。起きたわ。
まあやっぱアサルトは強えわ。あと弾無限だし、ちゃんとダメージは入ってたっぽいね。オッケーオッケー、行きましょう。さあどのくらい、なんか倒れてない、いっぱい。急にワンちゃんとか出てくる可能性とかもあるわけだし、倒れてるね。起きたわ。何体いる、いっぱいいるね。なんかエンジンを組んでるね。しかもみんな同じ顔じゃないこれ。なんじゃろうねこれ、七つ子みたいな感じ。弾がね、いやまあアサルトがあればなんとかなるかな。ちゃんと確認しないと絶対危ないからね。大丈夫だね。おい、生きてるわ。バッタバタしてね。うん、いけないの。あ、このパターンか。これ体験版でやったわ。だからいきなりここ入れなくて、これは持ってくべきだろう。強化火薬マグナム用。あっちの中を通れってことか。こっちも道具変わったかな。まずこっちやっとこうか。ドラム缶はあるかな、ちゃんと。ヘッドハブ、あれはある。あれ、あ、びっくり、セーブポイントだと思った。こんなとこにセーブとか思ったけど違ったわ。大丈夫、起きない、起きないね。ガンパウダーいいや、下ろしとこう。で、薬局の主人の家か、あれ倉庫だね。あの中もなんかいっぱいゾンビいそうじゃない、正直。こういう角にいる可能性もあるからな、気をつけていこう。一体だけか。いない、むしろいない。起きねえか。ガンパウダー、ガンパウダーはいいや。これ開ける意味あるかな。なんか違うアイテム入ってる可能性あるもんね。で、番号覚えてないんで行きましょうか。うわー、どうかな、行きたくねえな。大丈夫ね。ハンドガンいらない。あっ、びっくりした。オッケーね。怖っ。特になんもなし。どんな感じかな。嘘でしょ。かたい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 。取れた？どうしたか？うわ、もう出るんだ。そうかそうか。いきなりナイトメアは無理だよね。あ、そっか。ハードコアクリアしないと、ナイトメアモードは解放されてなかったな。無限系なしでこれクリアできる？倒した？
ここにも敵だと思ったけどいないね。そこは出てくる？出てくるわ。倒した。ガンパウダーはいいや。で、一回あの金庫開けに行こう。中に敵がいる可能性もゼロではない。グリーンハーブ稲か。ここは買ってないね。強化火薬と、あれ、あ、場所変わってんね。これ起きるじゃない、起きねえか。あらー、ここにあるんだ箱。はい、ハンドガンはいい。こんだけアイテム、ガンパウダーいいよね。で937937、はい、うん、ガンパウダー、あ、あれか、パトカーのところか。937937、行きましょう。937、戻ったらまたいたりして。937 7、ハンドガンのやつ変わらない、変わんねえか。ダットサイトいらねえな。よしよしよし、まあでも変わってる可能性ゼロではないんで、今後も金庫はちゃんと開けていこう。でまずドーナツ屋行って装備をしまおう。でその後この地下鉄の会社行って、あれ、なんか人形の音しない？気のせい？気のせいかな。敵はいない。ここいっぱいいたよな。いないんだね。でチェーンがあって、ハンドガンの弾かな。ハンドガンの弾だ、いらない。中どうかな。そいつか。これで通れるようになるのか。ハンドガンの弾、ガンパウダー、ガンパウダー変わらずなんで特にいらない。これそこ出ようとしたらもうネメシス出たりしてな。グリーンハーブとそんだけか。箱なしか。ここ先行一応持っとくか。マグナムがもう手に入ってるってのがちょっと意外というか。